僕がサバイバル大好きな気持ちがをあの講談社の人にあのコンコンと語ってたら、じゃあ暴れるやってみないかってことで話をいただいたんですよ。高校時代に自分の心の内側をポエムで書いてたんですけど、それを抜けば初の著書になります、はい。まず暴れる君の、もう、はい、今の肩書きは何なんですか。暴れる君の今の肩書きですか、ええ、お笑い芸人に決まってるじゃないですかなんでですかそれ。冒険家じゃないです。冒険家じゃありません。ちゃんとお笑い芸人です。冒険家いますから、はい、ただサバイバー寄りの芸人であることは間違いないです。今まででなんか危ない目とか危険な目にあったことってなんかあるんですか。よくぞお聞きしてくださいました。その経験を私初のコラムで忍ばせてもらってます。6本、はい、9本書かせてくれって言ったんですけど、いや6本でいきましょうと言われました。はい、解説3本は多分ちょっと予選落ちで、つまんなかった、はい、いやつまんなかったじゃないまあ高田さんの方から3本は NG でと言われまして、はい、それで6本面白いの書い、面白いっていうかまあ書いてますんでぜひ見てください。はい、顔が腫れたりとか、はい、サンゴ礁で肩傷つけたりとかそういうのがありましたね。あ、はい、芸能界をサバイバルするためにご自身で気をつけてることがあるか、はい、そうですね、芸能界をサバイバルするで気をつけてることですか。まあ、まあ遅刻しないとかそういうことですよねはい、遅刻しない、今日もですね歩いてきましてですね、汗だくになってきてしまいましたけどもね、はい、遅刻しないってことですね。それとあとはやっぱり粘り強く一歩一歩滑っても滑っても立ち上がるってことでしょう。ありがとうございます。すいませんでした。